ツ葉の小松なぎインディガファーとラフォーリータは豆科の植物。日本では琉球列島の海岸に生育し、鮮やかな赤い色の花をつける。別名にナハエボシグサがある。地表ハウタ年生の草本。全株に表面に張り付くように伸びる毛が密生する。茎は普通は倒れて伸び20から30センチメートル程度。 葉は三室服用で、頂き商用は共闘乱形、先端はくぼみ、長さ1から3.5センチメートル、幅1.5から9ミリメートルで、葉裏には倒れた毛が密生する。側小葉には短い柄があり、裏面は銀色に弧を吹いたような白で、黒い斑点がある。相乗果樹は、葉より短く、6から12個の花をつける。5個々の花の柄は、長さ0.5ミ、mm、リメートル。 額の葉は合毛状。果冠は非光色で、長さは額の2から3倍になる。さやかは線形で、長さ1.5から2センチメートル、6から8個の種子を含む。ただし、蒸気は沖縄のものであり、地域によってはその様子は随分変わる。オーストラリアでは普通は立ち上がり、あるいは斜めに広がり、稀に張って、 普通は高さ30から60センチメートル、時には1メートルを超えるものもあるという。また、極めて稀ながらも商用のものが出現する。インドでも本種は通常は直立し、高さ70センチメートルになるものとのことである。日本では、琉球列島に広く見られ、国外では台湾から中国南部、インド、マレーシアからオーストラリアにわたる分布を持つ。 沖縄では普通は海岸に見られ、特に岩礁海岸で、高麗芝の生える自然の芝生群落によく出現する。オーストラリアでは海岸に限らず、森林や開けた場所にも出現する。同族の植物は日本に他にもあるが、それらはご商用以上を持つ。また、それらは立ち上がる草本化低木になる。海岸に生える豆花としては、細かな葉と、 鮮やかな赤い花が目立ち、他に似たものがない。本種が薬用とされる地域がある。インド、マハーラーシュトラ州のディマンガンの地では、本種はその茎が高腫瘍、抗炎症抗ウイルス、抗ミコバクテリア作用があるとされ、葉と花は皮膚ガン、雷、咳や腸マンに効くとされ、特に葉は脱体薬とされた。また感染に特に効くとされ、根は、 死痛の治療に使われた。その中でも歯には子宮を洗浄する効果があると伝えられている。これについて妊娠したラットに本種の歯の水抽出物を与えた実験で顕著な効果が確認されている。今後、その効果を持つ成分の同定やその作用の詳細が明らかになれば新たな打体法としての利用が可能となるかもしれない。以下、種として初島。 P335 ハットウィルソンロー、P297 ハット、ダブハドカーへ通る、P3646 ハツシマ、P335 沖縄の生物、P170 ウィルソンロー、P298 ハツシマ、P335 ハット、ダブハドカーへ通る。ありがとうございます。